モントリオール・ミラベル国際空港は、カナダ・ケベック州のミラベル市にある、貨物便及びチャーター機専用の国際空港である。モントリオール市街地から北西 35km の距離、モントリオール・トルドー国際空港から 47km 北西の距離に位置する。もともと、ピエール・トルドー首相による連邦政府のプロジェクトとして、従来よりドルバルにあったモントリオール・トルドー。 空港インターナショナルエアポート、かつてはドルバル空港と呼ばれたを置き換えるために1975年に開港し、モントリオールの国際線の主要空港として機能した。特に1976年のモントリオールオリンピックに合わせて急遽開港した。しかしその後、航続距離の長いボーイング747型機やマクドネルダグラス DC-10 型機の就航を受けて、 大西洋横断飛行の際のテクニカルランディングニーズが減少したことと市内により近いドルバル空港の容量問題が解決したことによって2004年10月より貨物便及びチャーター機のみの利用となっている。当初は成田国際空港の約50倍、近い約3万7千ヘクタールの面積を持つ巨大空港となる予定だったが建設は中断された。 残されたターミナルも維持費がかかりすぎることから2014年には廃止されることが決定し取り壊されている。ターミナル解体後、東側ランプエリア一部は2011年からサーキットアイカー自動車レース場として設定され一部誘導路も閉鎖されていて設置交通会なスカーカナダのレースなどが実施されている。また、さらに東側には ボンバルディアの CRJ 製造ラインにあるが2020年度事業は三菱重工売却され残った製造ラインは同年度中に残った受注引き渡しをもって閉鎖が決まっているがエアバスと合弁で A220 を製造販売するエアバスカナダが A220 製造ラインを存続させている空港西側に貨物ターミナルがあり UPS、フェデックス DHL など航空貨物大手などが乗り入れていて、空港東側のランプエリアが構造上広大で、アントノフのアン -225 なども運用可能なこともあり、近年度空港飛来機の多くは、こうした貨物機が増えている。さらに西側には航空機エンジンメーカープラットホイットニーカナダのミラベルエアロスペースセンターが研究、製造ラインとして設置され、 空港として、それなりの価値を見出している。ありがとうございます。